おはようございます。4時50分です。何時に動画撮ってんだよっていう早さですけれども、はい、朝早すぎて笑いできちゃうんですけれども、口が回ってないかもしれない、それは気にしないでください。今日のテーマは、永遠のテーマとも言えるんですけれども、 iPad は Mac の代わりになるのかというテーマですね。これみんな気になるし、僕もずっとチャレンジしたりしたもし僕もずっとチャレンジしてましたし、いろいろ研究重ねてきたんですけれども、 iPad は Mac の代わりになるのかというところのテーマですね。やっぱ4時台はダメだね。ということで、僕なりに今日はね、こう思うっていうことをお話しする動画になります。考え方をシェアする動画です。で、改めて仕切り直して iPad が Mac の代わりになるのかということなんですけども、個人的には浅いレベルでは iPad は Mac の代わりになると思ってるんですけど、深いレベルまでいくと代わりには到底ならないというか、ならない理由があるんですよ、ちゃんと、というふうに思っています。なので、タスクによっては互換性あります。タスクによってはならないというのが僕の個人的なまず結論です。理由を説明します。でまず、じゃあ互換性あるんじゃないかな、つまり iPad が Mac の代わりになるんじゃないかなというふうに僕は思う部分なんですけれども、もし予算が限られてて、どっちか一つしか購入することができませんっていう前提があるとして、で、その上でやるタスクっていうのがそんなに、複雑なものではないよという状況の時、こういった時は、iPad だけを購入したら、その人が Mac でやりたかったぐらいのようなことはiPad でもできちゃうというふうに思うんですね。どちらか一つしか買えないわけですから、いずれにしても取捨選択は必要になりますね。そうなった時に、ペンでも書くことができつつ、キーボードとかマウスっていう選択肢もあるという状態の iPad を選ぶ方が、可能性が広い、入力できるデバイスの数が広い、だから、大は小を兼ねるみたいな状況になるのが iPad なんですよね。今 iPad 向けのソフトっていうのはかなり進化しているし、数も多いですし、いろんなソフトがね、iPadOS 向けに独自の進化を遂げてきているっていう現状があります。であと iPad は iPad でフォルダ機能とかも搭載されてますし、あとマルチタスク機能もこの間の、WWDC で、さらにね iPadOS15 かなで、進化しますよみたいな話になっているので、そういった意味ではその浅いレベルのタスク、文章をタイピングしたりメールを返したりブラウジングしたりとか、そこぐらいで、しかもなんかいっぱいリサーチをしながら書くものじゃなくて、ブログ日記とか、プライベートのなんか問い合わせメールとか、それぐらいのものであれば、余裕で、それぐらいしかやらない人も結構多いと思うんだよね。でそうなると、それぐらいのタスクっていうのは余裕で iPad でも、 iPad となんかキーボードみたいな組み合わせでも余裕でできるというふうに思います。でもね、これはもうある程度までっていうのが肝ですね。実際僕は iPad を Mac のようには使っていないわけですよ。じゃあそのどういう意味かということをご説明するんですけれども、その最初に言ったように、代わりにならない部分っていうのもあるわけですね。深くディグしていくと、深く進んでいくと、やっぱこれ iPad じゃ Mac の代わりにならないなというふうに思います。で、なんでかっていうことを考えていこうとすると、ちょっと突き詰めて、そもそも iPad って何なんだっけ、 Mac って何なんだっけという話にたどり着いてしまいます。僕が思っている iPad っていうのは、ペンを使うことができる、そしてタッチをすることができる、これがインターフェースの中で大前提として、そして優先度が一番高い状態で
使えるものとして存在しているのが iPad の機能、すごく大きなユニークネスなんじゃないかなと思うんですね。で、一方の Mac をじゃあその入力デバイス、インターフェースっていう意味で捉えると、 Mac は逆に言えばタップとかタッチとかペンとかっていう入力デバイスを排除して考えることができる。つまりキーボードとマウスでの操作に特化した形で考えることができるっていうのが Mac の逆説的にユニークネスになった部分であり強みですね。で、なんでこの入力デバイスの話をしてるかというと、散々入力デバイスの優先順位、入力デバイスの種類っていうのはアプリの UI UX に関わってくるわけですよ。要はアプリケーションが使いやすいか使いづらいかっていう要素の中に、もちろん機能性っていうのはあるんだけど、デザインっていうのもめちゃくちゃあるんですね。それは表面がかっこいいかっこ悪いじゃなくて、ユーザーのことが考えられたデザインになっているかどうかということですよね。本質的な部分の設計の部分がしっかりしているかどうかということになります。で、それを考えるときに UI UX デザイナー、 UI っていうのはユーザーインターフェース、ユーザーのインターフェースをデザインする人で、 UX はユーザーエクスペリエンス、ユーザーの体験を設計する人、これを UI UX デザイナーって言うんですけれども、こういう人たちが何を考えるかというと、ユーザーはどんな気持ちでどんなニーズがあってこのアプリケーションを使うかな、そして使うときはどんな機械でどんな道具を使って、ペンなのかマウスなのかキーボードなのか、どんなものを使ってどんな時にどういうふうに使うのかなということをまずリサーチした上で設計に落とし込んでいくわけですね。で、その大前提のリサーチの部分で iPad 向けにデザインする UI UX デザイナーっていうのは、もうタッチとかタップとかペンとかっていうことを念頭に置いたデザインをしなきゃいけないです。これはつまりね、例えばボタンの大きさは指で押せる大きさにしておかなければいけないとか、キーボードとかマウスっていう入力デバイスを使わなくてもスムーズに入力できる範囲の機能にしておかなければいけないとか、そういった設計デザインに落とし込まなければいけないわけですよ。そうじゃないとタッチでは使いづらい、タブレットでは使いづらい変なアプリケーションが生まれてしまうわけなんですね。逆に言えば、こうやってタップタッチのことを想像してデザインしなければいけないということが、それを考えなくてもいい Mac に対する iPad の制約になるわけですよね。で、じゃあ Mac の話をすると、キーボードって入力デバイスとしてかなり素晴らしくて、まあ、単体のキーボードキーだけでも100個ぐらいあるし、組み合わせると200個、300個の入力方式を選ぶことができます。信号を、命令を与えることができます。で、これはダイレクトにタッチするという体験では絶対に得られない入力のオプションです。200も300もタッチに持たせることはできないわけですよ。どんだけフリックとかいろいろやっても。あとマウスも素晴らしいデバイスなんですね、これ。マウスっていうのは何が素晴らしいかというと、画面にこう指をかぶせることなくね、こうやってねかぶせてこう指で画面を邪魔してしまうことなく、マウスの軌跡がこれに連動して、であのポインタが、小さいボタンも押すことができるっていう意味では、めちゃくちゃ原始的だけど素晴らしいデバイスなんですよ。で、 UI 的に言うと、この指で隠れちゃう隠れちゃわないとか、ボタンを大きくしなきゃいけないっていう制約がなくなるわけなので、もっと本編の見せたい部分の、画面領域っていうのを広くとって、ツールバーとかなんかボタンとかっていうのは脇に置いて小さめに配置しておくことができるのが、マウスを最優先に考えればいいパソコンの Mac の考え方です。 Mac のデザインの考え方です。で、じゃあ何が言いたいかというと、より効率よく複雑なタスクをこなしたいときは、たくさんの入力方式を、まあ、効率的に組み合わせて入力するできる、そしてそれに対応した機能がたくさんある Mac 向けに作られたアプリケーション、そしてより画面領域を広く使えるようにデザインすることができるマウスに対応した Mac 向けのアプリケーション、こっちの方が iPad 向けに
いろんなタッチしなきゃいけないっていう制約のもとデザインされたアプリケーションを使うよりも効率がいいことはもうどうしようもない事実なんですよ。だから動画編集とか Excel とかなんか複雑なことをやるときっていうのは、iPad にはどうしてもかなわない壁が、Mac のとの間にあります。でもしそのこれから iPad が進化してキーボードとかマウスを前提としたデザインをできるようになったら、それはもう Mac だと思います。ってことで改めて、僕の考えとしては iPad が Mac の代わりになるのかというところで言うと、軽いタスクであれば別に、さっき言った話で言うとその UI UX はそんなに関係ないぐらいの、あるいは機能制限されてても全然構わないぐらいの軽いタスクね、であれば別に iPad とキーボードを購入して、iPad を手書きデバイスとしても使いつつキーボードマウスデバイスとしても使いつつっていうことで、共有できる領域があるんじゃないかなと。 iPad の方が入力デバイスが多い分浅く広くタスクに対応できると思います。ただしもし皆さんがこの動画を見てて、まあ、汎用できるかなみたいな方いらっしゃいましたら、そのあなたが、タスクとして複雑なタスク、いろんな機能を使いこなすようなタスクを、iPad でやりたいなと思ってるんだったらちょっと待ってと。それは、絶対 Mac でなんかショートカットとか覚えながら、あるいはマウスを駆使しながらやっていった方が効率的な作業っていうのがあるので、そっちを考えることをお勧めしたいと思います。で、さっき言ったように iPad が進化してキーボードとかマウスを前提にしたデザインすれば良くなる時っていうのは、まあ、つまりは多分 macOS が iPad に乗る時だと思うんですけど、僕はそれをもう iPad とは思わないです。そのソフトウェアとハードウェアは、その特に OS とハードウェアってすごく密接に関わっているものなので、そうなった iPad はもう Mac なんじゃないかと思うし、僕はだったら Mac 買ったらいいんじゃないというふうに思うぐらい、あの iPad には iPad の iPadOS としての進化をこれからも期待したいし、交わることはないそれぞれの領域があるんじゃないかなというふうに根本は思っていますと。ということで本日の動画は以上になります。普段は僕、生産性向上につながりそうなガジェットの話、考え方の話、そしてこういったボヤボヤしたガジェットの話とかね、いろいろしてますので、よろしかったらチャンネル登録してください。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram やっています。レオ遠山で検索したら出てきますので、そちらもフォローよろしくお願いします。そんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。朝活で動画編集終わらせるぞ。